はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。フェイトさんの乱れ雪月花クリア率 0.12 やっていこう。フェイトさんのコース、新作コースってかなり久しぶりだね。これは壁キックコースだよね。やっていこう。時間は100秒。ベストタイムが70秒とかそんくらいだってね。やべ、下見てなかった。危ない。やっべ。危ねえ。ナイス判断。バカ野郎か、お前は。結構これ気を引き締めないといけない感じがするな。はいはい。オッケー、いいね。ちょっと集中して黙り込んじゃったけど、で、ここは多分ここだな。わー、トゲの下行かしてくれや。これ時間に余裕あるって考えていいか。ベストタイム70秒とかそんくらいなんだよね。制限時間が100秒に対して。ってことはこんな感じでゆっくり降りても間に合うのか、それとも、このベストタイムって、ズルによるタイムなのか。そこがちょっと怖いけど、まあとりあえず。なあくそまあとりあえず、先進もうか。危ねえ。で、ここ。で、上は？なるほど。これ左行く感じだね。こんな感じ。スピン。はい。はい。いける、オッケー。これすぐ始まると、反射神経、わかるかわかるかよし、ただいま。で、こっから、こんな感じ。で、ここ。いける？上の景色。よし。届け！うわマジか、くそ。ここ結構、よいしょ。リセマラ大事だな。よいしょ、やり直し。オッケー。いける！届く！オッケー、ナイス。はい。次は？ここも。あぶね！うわ、怖っ、ここ。待って！場所間違えた！よし、ただいま。オッケー、いけた。うん、あぶね！あぶね！よし。ヒップ耐久。ここは、大丈夫。何をしてんだ、お前は！よし、ただいま。もう、次はそんなボンミスしないように。よいしょ、オッケー。で、次はこれすぐ右かな？なあ、壁キックのタイミングミスった。やらかした。よし、ただいま。いける。よし、残り49秒。はい。いける。よーし、いいね。で、ここがちょっと怖い。これ、ピース位置中に行かなくて大丈夫かな？まあいいや。そういうことは考えないようにしよう。怖っ、ここ。で、ここはめっちゃちっちゃくジャンプ。めっちゃちっちゃくジャンプ。はい。マジで？きっつここ集中。よし。いいよ。なんだ、もう、くそ。これ、そこの右の壁、一番下か下から二番目がどっち行くかちょっと悩んだな。よし、いける。オッケー。ほい。うわー、上、きっつ、これ。てかも、まだ続く、これ。嘘だろ、残り34秒だぞ。もう65秒進んでんだぞ。ベストタイム71秒どうなってんだマジで？え？嘘？え？え？マジで？何？ズルでもある？いやでもなんか、パッと見見当たらんのよな。それともなんかもう極限まで動きを早めてるだけなんかな。マジか。このコースさ、まだクリア者そんな多くないからさ、なんかベストタイムそれほど、極められてない、と信じて、なんかあわよくば最速タイム更新みたいな、そういうのを狙おうと思ってたんだけど、もう今のでもう一気に絶望感、ブオー高まったわ。あぶねえ。あーよし、ただいま。いける。次何？こうね。よし。はい。はい。うわー、マジか、くそ！ここね。しっかり、壁キック。いける次そこか。ふんあくそWe'll be right back.
よし、いける。よーし、ただいま。あ、もうゴールだ。なあ、うん、よっしゃ、あぶねえ、こわ、よかった、なんとかクリアできた。いやー、いや、はい、いや、ベストタイム、これ。俺さ、最後ちょっと沼ったとはいえさ、そこまでは、あのラストまでは俺めちゃくちゃ早く行ったぞ。これ、あと8秒どうやって縮めたらいいんだ。さすがウサインボルトさん。ウサインなのかな、このユーボルトさんのユーって。いやー、めっちゃ時間かかった。いやー、でも楽しかった。いいコースありがとうございます。はい、というわけで今回この辺で終わりにしたいと思います。動画良かったと思っていただけたら、このコースよく頑張ったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。